こんにちは、あふみです。本日はですね、先ほど村子さんから発表がありました、パズドライラストレーターの誕生日を記念したモンスターのパワーアップ、ご紹介していこうと思います。今回風間ライタさんお誕生日だそうでおめでとうございます。そしてですね、風間ライタさんが書かれているカーリーと、エイルですねがパワーアップするということで見ていきましょう。こちらね、めちゃくちゃ強くなっております。ベースのカーリーから進化するんですけども、色違いですね。火のカーリーが新しく実装されるということで見ていきましょう。こちらバインドスキブ封印指1秒 L 字ガドブレ4色が3つで、聴覚性でスキブか4色か L 字がつけることができまして、もうこの時点でね、しっかりと覚醒が多色でね、今の環境に寄り添っている感じになっておりますが、そしてスキルが覚醒無効状態を全回復、全ドロップのロックを解除し5属性プラス回復に変化。いや強い、5ターンですよ、覚醒無効だけっていうところはありますけど、プラスでね、6色陣も兼ね備えているので、陣っていうとやっぱカイドウとかが強くなっちゃうんですけど、使い分けになるのかな、3ターンでもないし、覚醒無効の分ちょっとターンが長いですが使い分けになってくるかな。ガドブレ持ってるのも、回復エルジ持ってるのも偉いですね。潜在でスキブ3つ足すことができるので、最大でねスキブが7になれるというところで、その辺もね、その辺で言うともうカイトと全然違うところですね。変身キャラでもないですし、使い勝手いいんじゃないかなと思います。でリーダースキルは5色以上で同時攻撃で攻撃力が7倍にコンボ加算、固定ダメージが1、神タイプの全パラが 3.8 倍、神タイプ縛りあるんで、なかなかちょっと難しいところはあるかなっていう感じですね。そして武器、新しい武器ですが、カーリーの耳飾り、これもまた神タイプ付与と4色攻撃強化と、操作負荷と指が1秒分でスキルは一緒ですね。火力盛りながら耐性もね、しっかりとつけられますと、スキルを使うことはあんまりなさそうなので、火力盛りたい時、やっぱ火力盛りたい時だったり、耐性を補いたい時に使っていくのかなっていう感じですね。はい、そして続きましてもう1色あります。今度は水属性のカーリーがこちら、こちらも多色ですね。バインド封印指が2秒、スキチャーが2つ、手がドブレ5色、攻撃強化が3つ、そして聴覚性がスキブプラスか、L 字かお邪魔耐性、完全耐性ですね。はい、そしてスキルが3ターン内ら盤面を76マスにする、全ドロップのロックを解除し5属性プラス回復に変化。出ました、これ最近また来てますね、76盤面にするやつ。これはもう絶対に今後新しいダンジョンが来た時に、盤面足じゃないや、短縮ギミックとか出てくると思うので、そうなると必要ですね、こういうスキルのモンスターは。ちょいちょい出てきてますけど、まだ持ってないよって方はこのカーリー作った方がいいかもしれない。火と違うのは、5色っていうところで、よりね火力が出ていくっていうのと、スキチャがあるので7ターン1回かな、このスキルが打てるというところかな。はい、こちらはね、回復エルないので、スキブは漏れないんですけど、聴覚性でしかね。また火と違った使い方になるのかなと思います。そして武器見ていきましょう。武器は神キラー付与と5色攻撃強化と、雲耐性ですね。はい。で、スキルは一緒です。これもさっきと同じで、攻撃力盛りたいとき、耐性を盛りたいときに使う武器になるのかなと思います。そして現在の究極、闇究極のカーリーが武器化するということで、こちらスキブ5色プラス、攻撃強化が入っておりまして、スキルが、ロック解除6色陣の、4ターンヘイスト、ギター4ターンヘイスト、4ターンヘイスト武器いろいろありますけど、この攻撃5色攻撃強化がついた武器はないですね。ないので、これめちゃくちゃ強いし、イラストもめっちゃかっこいいですね。これ作った方がいいんじゃないかなと個人的には思っております。ヘイストがね、過剰な場合は使わないかもしれないですけど、どっかで使いどころありそうな感じがいたします。
はい、めちゃくちゃ強いと思います。そして能力調整なんですけども、究極のカーリーかなが調整されておりまして、ウェイがプラスになって7コンボ強化が1個、5色攻撃強化になってるんですかね。はい、でステータスが攻撃力が結構上がってますね。2000ぐらい上がっておりまして、スキルターンが一旦縮まっております。まあこれはどうなんだろう、3ターンだったらね、まあでもちょっと攻撃の覚醒も心もとない感はちょっとあるのでどうかなと思いますが、まあ、超覚醒で5色つけられれば、まあでも多色で使うってなるとね、副属性なしっていうのはちょっと気になりますね。やっぱりこちら極性の闇カーリーも調整が入っております。スキルターンが一旦縮まっておりまして、リーダースキルも調整が入っておりますね。で超覚醒は変化なしと、まあこれもちょっと一旦か。でもね、この闇カーリースキル6、6、7になれますし、まあ、ちょくちょくねどっかで使うこと私はあるので、まあ、この一旦の短縮もねありがたいかなって思います。でカーリーのティアラも調整が入っておりまして、ガドブレと HP のちっちゃいね、ちっちゃい方のプラスだったのが HP 強化が2つ、 5% 分、まあ、10% 分が追加されております。これも結構でかいかも。ガドブレ武器ってね、そもそも結構重要だと思うんですけど、 HP が入ったことによってこれを選択する場面が増えるんじゃないかなと思います。続きましてエイルですね。エイルは、まあ、氷のキャラなんでガチャゲンじゃないんですけども、でこちらも調整されておりまして、回復がプラスになってますかね、2つプラスになってますと。あ、スキルはあれですね、3種全回復になったんですね。5ターン回復から全回復になっております。まあその横一列回復が使わないからどうなんだっていう話ですけど、まあ悪くはないスキルになりましたね。でドットエールですが、こちら覚醒結構変わってますね。バインドが圧縮されてスキルが3つかな増えて、操作負荷持ってますと。で回復プラスがついて4つになってでますね。はい、そんな感じで風間ライタさんの強化でしたが、カーリーがやっぱり全体的に強いっていう感じがしましたね。まあ、個人的に私まだ76マススキルの持ってないので、このね水のカーリーちょっと作ろうかなって思ってます。そしてですね、他の能力調整も入っております。明日実装されるやつなんですけども、メタトロンやヌートが新たな進化が追加されるということで見ていきましょう。こちらも色違いとなっておりまして、メタトロン火が登場いたしました。スキブ封印指2秒、十字超コンボが3つ、悪魔キラー、なんかすごいね火力がもう今時のメタトロンになってますけども。で超覚醒はスキブか悪魔キラーか無効貫通というところで、まあ、無効貫もできるんだね。スキルが 50% 自傷とドロップロック解除、全ドロップを火闇回復に変化が5ターンで打てます。これはまあ強いんじゃない、強いけど、まあ事象があるので、こうどうやって扱っていくかっていうのはちょっと難しかったりするかな。でリーダースキルは火闇回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が25倍、3コンボ加算、攻撃タイプの HP が 2.1 倍。まあちょっと難しいかな、難しいそうですね。そして新しいメタトロンのブローチは、回復キラー付与とたこ焼き、それぞれ火と闇が2つずつあります。まあ火と闇のたこ焼きを同時に盛りたい時ってあるかな。まあちょっと使いどころは難しそうかな。はい、そして木のメタトロンも登場しております。スキブが4つ、指が1秒、回復強化プラス、ウェイプラスが 1,2,3,4,5 なので10個かな、ウェイが。おー、かなりウェイするね。で、スキルが一旦の間ダメージを激減、1ターンの間4コンボ加算が6ターンで打てます。まあ、でもこの覚醒してたら実質消せないドロップも回復できるということで、なるほどね、コンボ加算はね今の時代というか今の環境結構私は強いと思ってるので、まあ、激減スキルもねちょっとまあピンポイントな使い方にはなるかなと思いますが、使いどころはまあありそう。あ、言い忘れてましたが、超覚醒はスキブかバインドか回復プラスになれるので、まあ、スキブ6になれるのは偉いですね。はい、そして武器、神キラー付与、バインドじゃなくて封印とチーム HP が 10% 分とウェイプラス、
まあ、これも HP 盛りながら封印盛れるっていうところはいいかもしれないね。まああとはウェーブキーとしても消せない、こいつに消せない回線剤つけたいっていう時にはとてもいいかもしれない知れないです。そしてヌトが超転生しますね。イラストいいですね。バインドスキブ、あーすごい、暗闇とお邪魔完全耐性の超コンボが2つ、 L 字が3つ、スキルがロック解除、左端1列を水に変化、 40%HP 回復、一旦の間操作時間が 1.5 倍が4ターン出てます。水 L 字っていうとロイヤルオークが思い浮かびますが、ちょっとそこがどうかなっていう感じ、もったいないかな。これ水の時代が来たら結構強いんじゃないこのヌト。ユリシャはブローチが新しく来ましたね。おスキブ3ターン変質武器だ。で L 字で闇と火のドロキョが2つずつですね。で3ターン変質とともに2ターンの自分と火と闇属性の攻撃力が5倍がついております。これも強いんじゃないか、めちゃくちゃ強いんじゃないか。で攻撃タイプ付与もあるでしょ、いいですね。そしてミアーダのブレスレット、ハイクキラー付与、7コンボ強化、水のたこ焼き HP 強化、指が1秒分消せないドロップと覚醒無効後全回復、一旦の間敵全体が火属性に変化、まあ、この感じのスキルね、なるほど、が6ターンで打てますと、まあ、このねこのバリアの影響を受けないスキルは、まあ、結構ピンポイントで使ったりするんですけど、なかなかこう攻略で超使われるっていうわけじゃないので、まあ、目的としては回復キラーつけたい時と穴強とたこ焼きで火力を上げたい時になるかな。そしてサフィーラですが神タイプ付与とスキブと枝豆と光の列が2つ、こちら7ロックマススキルになってますね。そしてヘイスト2ターンヘイスト、スキブ2ターンヘイスト武器なので、これ結構周回で使えるんじゃないかな。まあでも7ロックにするのがどうかっていう話ですけど、まあ、学生的にもね光の列の周回パーいいんじゃないかなと思います。はい、そしてアルトリウスの武器ブレスレットが不属性火に変更を7コンボ強化と、火列が2つ、1ターンの間ダメージを無効化、7ターンの間自分の攻撃力が5倍が13ターンですね。まあ、この不属性変更武器は強いよ、強い。しかも火だから今環境でもね結構周回で使われてたりするんで、これは強いと思います。続きましてメタトロンの能力調整ですが、7コンボ強化が1個減って 50% 以下が1個増えてますね。でスキルが、12ターンから10ターンに変更されております。スキルの内容は変わってないかな。はい、でステータスも攻撃力高いが3,000〜2,500ぐらい増えてるのかな。まあでもなかなかねこの自称はね使いづらいよね。そしてティアラの方も調整が入っておりまして、 50% 以下強化が追加されてますね。そして転生ヌト、これ覚醒めちゃめちゃに変わってますね。ドロキョ2つ、ウェイが2つ、スキブが4つ、指1秒分と 50% 以上が3つと L 字ですね。かなり整いましたね覚醒が。で超覚醒もスキブプラスが選べるようになってて、スキブ6になれますと。そしてスキルが一旦縮まって、 40% 回復、 HP40% 回復が入ってますね。まあさっきのヌトとスキルが一緒になってるのかな。はい、っていう感じです。ということで、風間ライトさんの誕生日記念の能力調整と、こちらメタトロン、ヌトなどの能力調整のご紹介でした。皆さんも気になるキャラがあったら教えてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。